私立大、文化系、施工、施工管理3年目の24歳男性です。転職を考えていますが、土日休みで、年約、年休、約120日の仕事でおすすめありますかってことなんですが、すいません。僕に就職のことを聞かないんでほしいんですが、てかそもそもね、言い方悪いんだけども、なんだろう、こう、休み、土日休みで年休120日の仕事って書いてあるんですけど、なんて言ったらいいんだろうな。24歳だった。すごい、きついこと言いますね。人生で楽をしたいんだったら、20代のうちにリスクを取った方がいいですよ。絶対に。人間って実は30代までは、正解だと30代前半の間ぐらいまでは、結構無茶して働いても、生きていけるようにできてるんですよ。体が若いんで。そう、もちろんね、あれですよ。過労死レベルまでやっちゃダメなんだけど、無茶ができるんですね。だから、その、若い時に、じゃあ、120日、休みが取れる仕事がいいな、休める仕事がいいなって探すの大いに結構なんですが、能力が高い人は全然それでいけると思います。ただ、能力があんまり高くない平均的な人間はどちらかっていうと、若い時にダラダラしてあんまり勉強しなくて能力を高めなかったっていう分を社会に出てから、まあ、5年から10年の間に補っておいた方が僕はいいと思うんですよ。だからその間に働いた方がいいと思うんで、あんまり最初から休みにこだわって転職しちゃうと、はっきり言うと、後世で辛くなります。つまり年を取ってから金がないとか、年金どうせほとんどもらえないだろうから、もらえない状況で苦しむってなるので、今楽をして人生の後半で苦しみたいんだったら探せばいいと思うけど、僕はそういう仕事の探し方をお勧めしませんけどね。はい。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それではバイバイ。